13中隊163名14中隊171名スパーイ大使館入場、Thank you.
続いて来年に及ぶ内閣大内省藤原正史閣下発表総監以下が以上で紹介を終わります。
来場の皆様はお車席ください。
参議院議員江島清様、副市長池田豊様、衆議院議員林義政様代理、富村光一様、参議院議員北村恒夫様代理、渡部仁様、衆議院議員藤田美代様代理、西村健様、衆議院議員吉田真嗣様代理、長本義政様、山口県議会副議長、甲府地区自衛隊協力会会長、千又則明様をはじめとする山口県議会議員の皆様、甲府市議会議員の皆様、各協力団体の皆様をはじめ、日頃からご支援いただいております関係機関、企業の皆様、並びに学生家族の皆様をお迎えし、第67回甲府南基地会長記念祭が開催できますことは、基地所属隊員児童の喜びとするところです。今年、航空自衛隊は昭和29年の発足以来、69年目を迎えます。今日、我が国日本が平和にありますのも、航空自衛隊の多くの先輩方による苦労、努力、ひたむきな訓練のもと、一つ一つ実績を積み上げ、成し遂げられてきたからこその、来たからこそのものです。また、同年、山口県大関に編成されました第一航空教育隊が甲府に移住され、以来、多くの航空自衛官を全国に送り出してきました。甲府北基地の航空学生とともに、航空自衛隊の門を叩く者にとって、甲府市は航空自衛官の心のふるさとになっております。これからも甲府市とともに歴史を刻みつつ、地域の発展に貢献してまいりたいと思います。さて、現在、我が国を含む国際社会は深刻な挑戦を受け、新たな危機に突入しています。戦後、最も厳しい安全保障環境に直面していると言っても過言ではありません。この環境下で航空自衛隊は、平時から有事まで一貫して日本の空を守らなくてはなりません。航空自衛官一人一人の気概と能力の結集が必要とされています。ここに関越部隊を編成する所管は、入隊以来、航空自衛官に必要な基本的知識、技能を身につけるために厳しい訓練や規律を伝授した生活を続けてきました。まだほんの2ヶ月ですが、格段に成長した姿を我々隊員一同誇らしく思います。甲府で学ぶ期間も残り半分弱となりましたが、全国で厳しい任務を遂行している先輩自衛官とともに力を合わせて働けるようさらなる努力を心がけてください。近い将来、所管が航空自衛隊の礎となって活躍していることを切に期待します。終わりに、ご多用中にもかかわらず、また遠路ご臨席を賜りましたご来賓および学生家族をはじめとする皆様に重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬご理解を賜りますようお願い申し上げ、式辞といたします。令和5年6月3日甲府南基地司令一等空佐田畑忠也さん。大丈夫かガエスか、コーダここで、ご来賓からご祝辞を賜りたいと存じます。参議院議員、江島清様、お願いいたします。ご紹介をいただきました参議院議員の江島清です。本日は甲府南基地
第67回会長記念日式典にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。まずもって日本の空の守りを司る航空自衛隊のその最前線にてご勤務される皆様方に国民の一人として心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。今日の日本を取り巻く安全保障状況は近年にも増して非常に厳しい状態にあると言わざるを得ません。日本の領海を常時侵犯する中国公船、いきなり日本の空を頭上をロケット撃ったりする北朝鮮、そしてウクライナで侵略戦争を続けるロシア等々、いずれも日本の隣国であります。これからもしっかりと我が国の安全と平和を守るために皆様方のご尽力を心から願うところでございます。この甲府南基地は戦前まで歴史を遡れば1943年5月の1日甲府海軍通信学校として開校以来、今年は80年目という歴史を刻んでおります。それだけ甲府市民の皆様とそしてこの自衛隊とのつながりは深い歴史につながれているところであります。どうぞこれからもこの甲府の基地でしっかりと学んでいただきまして、これからの日本の国の守りの従事をいただきますことを重ねてお願いを申し上げます。私のことでありますが、私の父もそして私の祖父も戦前の海軍江田島の兵学校の出身であります。私もこれからは誰よりもこの自衛隊の応援団の一人としてしっかりと皆様方の活動をバックアップさせていただきますことをお誓いを申し上げまして、祝辞の結びといたします。おめでとうございます。江島様、ありがとうございました。お席にお戻りください。甲府市長、池田豊様、お願いいたします。休んでください。具体性説明ご紹介いただきました甲府市長の池田豊です。本日一言ご挨拶申し上げます。本日ここに第67回甲府南基地会長記念の式典がただいまご挨拶されました参議院議員江島清先生をはじめ多くの皆様のご臨席のもと、かくも盛大に挙行されるにあたり、地元の甲府市長として市民を代表して一言お祝いを申し上げさせていただきます。昭和29年に航空自衛隊甲府南基地が我が国の航空防衛の一翼を担う空装空士の育成拠点として開庁されて以来、毎年4000人近くの若者が入隊され、規律正しく指揮旺盛な自衛官として成長された後、ここ南基地から全国に羽ばたかれています。そして日本各地において領空の警戒監視や災害支援などそれぞれの持ち場で任務に全身全霊を捧げられていらっしゃいます。甲府の地からこれまで30万人を超える自衛官を送り出された実績は、国防と恒久平和という崇高な使命のもとに、田畑忠康基地司令をはじめこれまでの歴代の基地司令の皆様、また幹部隊員の皆様が熱意あるご指導をされてきた賜物であり、新人なる敬意を表したいと思います。また甲府南基地の隊員の皆様におかれましては、地域活動にも積極的にご参加していただいております。皆さんの清々しい頼もしい姿とその笑顔に市民は皆元気をもらっており、深く感謝を申し上げます。さて、先般開催されました G7 広島サミットでは、ロシアのウクライナ侵攻が長期化する中、ウクライナのゼレンスキー大統領を迎えられ、国際秩序の重要性とこれを守り抜く強い決意が示されました。
今こそ世界平和が求められています。そして平和と安定に力を尽くされる自衛隊の皆様に対する期待がますます大きくなっているところでございます。ここ防府市は自衛隊と共にある町です。この防府の地にあり、自衛隊がこの防府の地にあり共に歩んでいけることを本当に誇らしく思っております。自衛隊の皆様がその力を最大限に発揮できるよう防府市を挙げて明るく豊かで健やかな防府の実現にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。結びとなりますが、航空自衛隊防府南基地のますますのご発展と本日ご臨席の皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。令和5年6月3日防府市長池田豊、大丈夫かおめでとうございます。はい、池田様ありがとうございました。お席にお戻りください。部隊整列休め。部隊整列休め。山口県防衛協会会長清原陸郎様代、小野聡さん。
山口県海友会会長落合直様。本市自衛隊所属会会長福岡かなめ様。山陽捜査会会長木村克己様。甲府 OB 会会長福田民平様。山口県防衛協会甲府支部長中谷康さん、はい、山口県海友会甲府支部長プラク治様。甲子議会中国四国支部長葛西康美様。甲子商工会会長会頭田島修一様代理松田和彦様。海上自衛隊第一術科学校長梶本大輔会長。政府防空警戒艦生産指令から春日基地司令田崎武弘空将。おめでとうございます。陸上自衛隊第17発火連隊長兼ねて山口駐屯地司令山田小雪一行陸さん。ありがとうございます。海上自衛隊与那国航空基地第31航空軍司令平井隆基隆大将を代理に第31整備航空大使で岩田剛一行公開されます。海上自衛隊元木教育航空軍司令富田克成一等海佐代理出席幕僚の今西平次一等海佐。第12飛行教育班司令兼ねて航空基地司令吉田明憲一等航空参加。西部航空方面大司令稲月秀忠空将代理西部航空方面大司令防衛部長浜谷淳一等航空参加。追記基地司令北川平次水域基地基地業務部司令木村慎一一等空参。おめでとうございます。山口地方協力本部長増田健吾一等空参。福岡地方協力本部長平松良一一等陸下大臣副本部長矢田淳子防衛事務官。株式会社シニアアドバイザー元広報幕僚長杉山俊之様。日電機株式会社防衛宇宙システム事業本部元広報幕僚長丸野義成様。株式会社日立製作所顧問元空将重久治様。以上の皆様はじめ各自衛隊協力団体の長の皆様近隣機関及び部隊等の長の皆様その他日頃からご支援ご協力をいただいております各団体企業等の皆様に全力を賜っております。以上でご来賓の紹介を終わります。続きまして本日頂戴いたしました祝電を披露させていただきます。第67回
航空南基地海上記念行事のご盛会をお喜び申し上げます。本日は地元市民をもとに周辺各地の皆様が音楽演奏や装備品展示など様々なイベントを自衛隊員の皆様に楽しまれ、自衛隊の役割や必要性を責任等を考え絶好の機会であります。十分にコミュニケーションを図られ、自衛隊の役割や任務が広く認知理解されますことをご期待申し上げます。機密さを増す日本周辺の安全保障環境の中で、我が国の防衛や国民の安全安心に貢献されておられます隊員の皆様に深く敬意を表しますとともに、新入隊員の皆様が教育訓練をつつがなく成就されますよう祈念いたします。合わせてご参集の皆様のますますのご健勝ご活動をお祈りいたします。外務大臣衆議院議員林芳正さん。第67回航空南基地海上記念行事が開催されますことを心からお喜び申し上げます。我が国の独立と平和を守るため正教な部隊を実施で日夜献身的に任務に励む隊員の皆様に心から敬意と謝意を表します。記念行事をご参加の皆様と隊員の皆様との絆がますます強まりますことを申し上げます。参議院議員佐藤浩平さん。第67回航空南基地海上記念行事を開催、心からお喜び申し上げます。我が国の平和の安全との崇高な任務に対し、日々厳しい訓練を得て国家国民にご貢献されております隊員の皆様方に深く敬意を表します。世界的な情勢一極の自然災害というのは、自衛隊の国民の生命財産を守るという任務を担当されます。さらなる隊員の皆様のご活躍を心から記念申し上げます。参議院議員船村敦さん。第67回航空南基地海上記念行事が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。ご参集の皆様のさらなるご発展とご安全をご記念申し上げます。衆議院議員杉田美代子さん。第67回航空南基地海上記念行事の開催をお喜び申し上げます。平成平和な社会の実現に向けて国と国民を守る崇高な任務を全うし、多岐にわたりご尽力を賜っておりますが、また会長以来地域社会に密着した行事等を通じ親しまれる自衛隊としても活動を続けられておりますが、ただたしでご関係の皆様が心から敬意と感謝の意を表します。本日隊員の皆様におかれましては、日々の研鑽の成果を何らかの形で各所行事のご盛会を展開いたしますので、引き続きご活躍とまもなくご健勝をお祈り申し上げます。衆議院議員岸信千代様。第67回東北南基地海上記念行事が開催されますことをお喜び申し上げます。我が国の平和と安全のため、改めて自衛隊の使命任務の重要性を再認識いただくと、記念行事を通じて地域の皆様との連携が図られ、自衛隊の業務が円滑に推進されますことをご期待申し上げます。新入隊員の皆様には活気に満ちた時期を迎え、国防を担う自衛隊員として心身ともに一層のご活躍をご期待申し上げますとともに、関係各位のさらなるご活躍とご健勝を記念いたします。衆議院議員吉田真嗣様。第67回航空南基地海上記念行事の開催のために県議会を代表いたしまして心からお祝いを申し上げます。航空南基地におかれましては、昭和29年の開庁以来60年以上の長きにわたり我が国の平和と安全を守り、国民から信頼される航空自衛官の育成に努めておられるところであり、深く敬意を表する次第であります。
昨今の我が国を取り巻く安全保障環境は、北朝鮮による相次ぐミサイル発射や力による一方的な現状変更を試みるロシアによるウクライナ侵攻、軍事力を背景に海洋進出の動きを強める中国の動向など、世界の平和の秩序安定を著しく損なう予測のつかない事態が増加しており、戦後最も厳しく複雑な状況にあります。また地球規模の温暖化対策が喫緊の課題とされる中で、我が国によっては猛暑、台風、洪水、豪雨など異常気象による自然災害が激甚化、頻発化しており、甚大な被害を受けた地域においては速やかな復旧・復興が求められると思います。こうした中、自衛隊におかれましては国家サービスにとって極めて重要な役割を担う組織として、国民の負担に応える我が国の防衛、そして国際平和協力活動や大規模災害派遣など政令されているところでは、特に若き自衛官の教育を受け持つ高校南基地の期待は高まるわけです。皆様方には自衛隊組織の一員であるおいと国民の命の平和な暮らしを守るという崇高な使命を受け、日本と世界の平和と安定のために引き続きご尽力を賜りますようお願いします。航空自衛隊航空南基地の限りない発展とご関心の皆様方の検証とご多幸を心から願います。山梨県議会議長柳井俊和さん。第67回航空自衛隊航空南基地隊長記念行事を開催、誠におめでとうございます。航空南基地は川崎基地で強いリーダーシップと所属隊員が一丸となった航空自衛隊の基盤的防衛力が新たに採用された隊員に対し、その素質を養い基礎的知識および技能を強くすると言われて重大な任務に対する着実に実績を上げること、地域自治体および周辺住民の方々から心からご理解ご協力を得て、安定的かつ持続的な基地運営の相当を非基地の国防に対する極めて多大なる貢献に新人なる敬意を要するものであります。本日も基地会長記念行事を経験、今後とも川崎基地令を核心として航空南基地が一層発展されますことを心からお祈り申し上げます。航空自衛隊隊長官隊長翼会隊長斉藤丸川さん。参議院議員江島清さんを含め同様の趣旨で多数の祝電をいただいております。以上で祝電披露を終わります。舞台よけ
航空音楽隊による演奏のもと、今年の春、早期に入隊した第一教育大隊一般空港候補生課程、そして第一教育大隊自衛官候補生課程の各学生で編成されております。まだ入隊式から2ヶ月余りですが、たくましく成長した学生の姿、若さあふれる力強い行進をご覧ください。そして行進の最後尾には航空自衛隊航空 OB 会が最後のトリを担います。ただいまから関越行進訓練展示を開始します。関越艦登壇。強兵上腕進行。会長記念行事のため福岡県春日市から参加
宮崎県出身です。スタート Thank you.
Thank you.
愛国心を持て社会人になれ。旗手今井由良子高生、高松南高校卒業、香川県出身です。
右、左向け、右。お願いします。